with Smart Umbrella, Jonas. 傘がここまで便利になりました。梅雨明けはしましたけど、これからゲリラ豪雨が怖いですよね。そうですね、突然の雨にまだまだ傘が手放せないこの時期、民間気象予報会社のウェザーニュースは今日こんなアンケートを発表しました。こちらです。はい、はい、これはですね、一番傘を持っている都道府県を調べたものなんです、うん、で2位がこちらですね、京都、そして兵庫県、大阪府、神奈川県が 3.2 本、これは1人当たりの本数 3.2 本ということなんですが、はい、では1位はどこだと思いますか。多分東京だと思います。そうなの？ご名答です。あ、こちら、よかったです。東京がですね、3.4 本ということです、ね、やはりコンビニに駆け込んでビニール傘買う方よく見かけますからね。そうなんですよね。やはりあの大江さんのようにですね、急な雨に見舞われまして傘を買ってしまうという方に朗報です。天気を教えてくれる傘が発売されました。ごめんなさい、違いました。こちらが天気を教えてくれる傘、ジョナスです。傘で地面を2回叩くと取っ手の部分が光り、緑は晴れ、赤だと雨など天気を教えてくれます。専用のアプリと連動させた状態で傘とスマートフォンが一定の距離離れると。今通知が鳴りました。傘を忘れてますよという通知が鳴りました。傘の置き忘れも教えてくれます。稼働には単4電池が4本必要ですが、重さは通常の傘とあまり変わらないといいます。普段使うものが、おしゃれであったり便利であったりっていうのがあると、やっぱりより生活が豊かになっていくかなと、今後も取り入れていきたいなと思います。スマートアンブレラ Jonas.